シングさんたちは荷運びの仕事を受けてユーライオへ向かわれたそうです。そう、皆さんが旅を無事に続けられるといいわね。この町を湖に沈めようだなんて、私本当になんということ。ご無事でしたか、パライバ様。デスペリ病の発生したシャルローにご滞在中と知り、御身を案じておりました。私は大丈夫です。旅の総末会の方々に助けていただきましたから。旅の総末会、それはもしやスピルーンを失った少女を連れた一行では、名をシング・メテオライトという。シングさんたちのことを知っているのですか。はっ、パライバ様、やつらを追うよう教師様より命令を受けております。パライバ、もう昔のようにマリンとは呼んでくださらないのね。パライバマリン・ドレ様、あなたは全大陸を滑る世界帝国マクスの頂点たる第2代史上皇帝陛下、その胸の悲願石の首飾りが何よりの証であります。第2代史上皇帝、悲願石の首飾り、そんなものは建前だけだとお互い知っているでしょ。昔のあなたはそんな風に言わなかった。パライバ様、やつらの行く先に心当たりはありませんか。知りません、私は何も聞いておりませんから。カルセドニー様、むやみに探し回っても無駄足になる可能性が高いと思われます。奴らはデスピル病の発生地を目指すはず。一旦帝都に戻り、中央の情報を得ましょう。そうだな、パライバ様、我らが護衛いたします。ご一緒に帝都へお戻りください。悲しみを乗り越えて新しい生き方を見つけるのはいけないことなのかしら。イネス、そんなことないよ。俺、琥珀を見てると思うんだ。人のスピリアはいろんな思いが集まってできてるんだなって。悲しみだけでスピリアをいっぱいにしちゃうなんて間違ってるよ。そうね。でも、もし琥珀を失ったとしても、あなたは同じことを言えるのかしら。琥珀を失う？それは。ごめんなさい。今の質問は意地悪だったわね。借金返済には仕方ねえか。決意、すっかり教育されちゃったね。それにしても、揃いも揃って我が社の信用を損なってくれちゃったわね。さーて、どう償ってくれるのかしら？償いは…スピリアで払います。スピリア？そんな形のないもので弁償する気？第一、あなたのスピリアにどれほどの価値があるっていうのかしら。価値は今はまだないかもしれない。でも
本当に強いスピリアを育てるってじいちゃんと約束したんだ。だからいつかきっと。後払いは困るんだけど。わかったわ、シング。あなたがどんなスピリアを育てるのか、それを見届ける楽しみ込みで受け取らせてもらうことにしましょう。ところでシング、マリンさんみたいに綺麗な人っていう発言について説明してくれないかしら。説明も何も、俺が知ってる女の人の中でマリンさんが一番綺麗ってことだよ。それで一番可愛いのは琥珀で、一番素敵なのはイネスだ。一番可愛い。まあ一番素敵なんてよく言われるのよね。あのさ、じゃあ僕は？ベリルはね、俺が今まで会った女の人の中で一番大きな筆を持ってる。ああ、むくー。そういうシングは一番乙女心がわかんないやつだよ。うわ、ちょっとやめろよベリル。本当のこと言っただけだろ。本当のこと？だから余計ムカつくんだよ。いつもよりはマシだったな。僕の芸術性が爆発しちゃったね。もっと強くなりたい。よっしゃ。
いつもよりはマシだったな。僕の芸術性が爆発しちゃったね。ええ、なかなかの連携だったわ。もっと強くなりたい。力が湧いてくるぜ。また大きくなっちゃったかしら。
出やがったな。の武器はソーマト、ソーマト。セリフだ。まだ強くなるぜ。だてに長く生きちゃい。君たちもライオグランプリの参加希望者かい？私は商用でこの町に来たんだが、この大会に参加するために仕事を放り出してしまったよ。どうだい、明日の生活の糧を失うことを恐れないこの勇気。俺なんか新婚旅行中にこの大会を知って、妻と別れて参加することにしたぜ。この決断力こそ勇者の証さ。分かってないね。そんなもの勇者の証でも何でもないよ。真の勇者に必要なのは力さ。
ついにあたいの本気を見せる時が来たようだね。浮気した彼氏を半殺しにして以来だよ。二人とも大会であったら勇者らしく力いっぱい戦おうな。望むところさ。おう、うわぁ、活気のあるいい街だね。ああそうだなってなわけねえだろ。こいつはデスピル病なんじゃねえか。また私のスピルーンのせいでさ。ライオグランプリって何なんだろう。何何者をも恐れぬ鋼のスピリアを剣と化し集え勇者たち。今こそ最高の勇気を競い合わん娯楽都市ユーライオ主催世界ナンバーワン勇者決定バトルライオグランプリ。優勝賞金は1億ガルドですって。1億ガルド。ちょうど今から闘技場で予選会があるみたいね。ちょっと覗いてみない？シング、もう危ないのはダメだよ。スピリアの剣で最高の勇気を競う大会か。よし、その会場に行ってみよう。人が集まってるなら情報も聞けるはずだしね。おい待てって。なんだよあいつ、急に仕切りまくりやがって。1億ガルド。明らかに一人金に目がくらんでるやつが嫌がるな。ったく、しょうがない。1億ガルドあったら何に使う？1億ガルドか、全く想像つかないよ。だな、そんなにあったって何していいかわかんねえ。まあ食う寝るには困らねえのはありがてえが、これといってやりたいこともねえしな。やだやだ、うちの男どもは夢がないね。そういうお前はどうなんだよ。僕はね、今まで欲しかった画材を買って好きなだけ絵を描いて過ごすんだ。想像するだけで夢が広がるよ。あら、もっと夢が広がる話もあるわよ。何さ。しかるべきところにお金を流せばあっという間に宮廷画家の仲間入り。僕はそんな黒いことはしないよ。それにそんなことしたってね。姉さんはどうなんだい。気に入った服やスイーツを手当たり次第に買うってのも楽しそうよね。あとはグースの温泉でまったりしたり、ユーライオで合流したり、景気よくシャルロに別荘を買うってのも。よくもまあそんだけポンポン出てくるな。あら、いいじゃない。女性はいろいろとお金がかかるものなのよ。イネスが欲深いのが分かったところで、そろそろ行こうか。でも本当に欲しいものはお金で買えないのよね。
よくぞ見破った。俺様は筋肉、もとい不思議料理人ワンダーシェフ。食の幸せを伝えるため、今日はこのレシピをプレゼントだ。たくさん食べて筋肉もりもりで幸せになるがいい。ではまた会おう。さらばだ。